皆さんこんにちは、ガーダです。伏見稲荷を散策できるゲームやっていきましょう。 VR バージョンとかもあるらしいね。おお、ルーク・ウッド・フィールド。いきなり下っていくか。懐かしいな、伏見稲荷。どの辺りだっけかな。入ってすぐの辺りにね、この辺りかな。雰囲気的に白い猫を見かけたんだよね。あ、びっくりした。この辺り先まで行けるのかなと思ったけど、さすがに千本鳥居の辺りだけかな。うっすら BGM を、 BGM よりこの風の環境音とかがいいね。お、シフト押しながらでダッシュできる伏見稲荷をなんかマラソンする競技あったよね。まあ今はこのご時世だからそういうのもないんだろうけども、というかある意味リアルなのがこのご時世で観光客も減っちゃってるだろうから、これだけ人のいない感じもある意味リアルなんだろうな。そして普通に進むことをね、先行しちゃったけども、こうやって周りを見渡してお散歩するのが大事ですからね。案内板、伏見稲荷大社境内の案内図。これ全部再現してたりするのかな。伏見稲荷行ったのも何年前だろうな。もう5年以上前になるかな。もうどこまでちゃんと作ってあんのこのゲーム、すごい。人はいないけども猫いないかな。猫BGM のバランスもうちょい上げたい気もするけども、この風の音の方が楽しみがあるかな。行けるところはやっぱり限られてるけども、そして今下山しちゃってるかな出られないか。もうさすがに昔のことだからね、どういうルートだけかなっていう。入るところ出るところはいろいろあるけども、まあ駅から道なりに進んでいって割と登り切ったかなと思ったら、と専門鳥居は右側通行です。そっち通っちゃうとやっぱりね、バチ当たりになるかな。これよこれすごいよな。よくこのゲーム作ろうと思ったね。自分でビデオカメラ回しながら歩いて、ロケしたのかな。好きなんだろうね、よっぽど。あ、この辺りも通れる。え、迷う。あ、歩いてるだけなのに楽しい。さっき通ったとこだね。ジャンプとかそういう変な動きはもちろんないだろうけど、すまんね、変なところいきなり突っ切ってしまって。よし、とりあえず道があった。で、どこに繋がったかな。お、この木陰感、
もうちょい記憶に新しければここら辺懐かしいとか言うんだろうけどもね、だいぶ忘れちゃってるよというかやっぱ伏見稲荷の思い出というか印象はね、やっぱ鳥居めっちゃあっただろうから細かい部分までなかなか覚えてないかもしれん。あ、なんか途中開けた部分あったような気がするな。ここかな。おー、いい景色だな、ゲーム内なのに。すごいな、近代のゲームは。なんだっけ、アンリアルエンジンとかそういうのだっけ、そういうのを使ってるはず。多分あるけども、人とかキャラクターはいないんだろうね。もう自分一人だけが、歩き回る、動き回る。そして楽しんでいくっていう。で、このゲームおそらくゴールとかそういうのはないだろうから、もう気の済むまで散歩したら、いつでも好きに終わってくださいっていう、そういう内容だと思う。脇道とかね、さすがに落ちることはできない。まあ実際そういうことしたら危ないしな。このゲームを作った人がね、なんかニュージーランドの森を散策できるゲームとかそういうのも出してるらしい。散策系、お散歩ゲー作るのが好きなんだな。散歩するだけじゃんって思うだろうけども、それがいいんだよ。それだけってのもね、たまにはいいですよ。そっちは、こっからはいけないか？あ、いけた。ちゃんと読めるかな？おお。ニュージーランドプロジェクトへの上位支援者。これがさっき言った、そのニュージーランドゲームのかな？その支援者がここに描かれると。これは実際の伏見稲荷にはないあれかな。この鳥居に入ってる名前とかもそういう支援者の名前とか結構入ってそうだね。どっちだろうこれミニマップとかないからな。まああったとしてもね、出さない方がいい。あえて何も見ずに、すいません、マップ見ていいですか今俺どこ歩いてんのこれ。この辺りは通ってないかな。そっち行くとさっき行った辺りにつながるか。川があるな。あ、そこにあるゴミ箱は見たね。で、向こう側に行ったのか。なるほど。じゃあ別ルートからまた上に登っていくか。こういう登り方もありだよね。人がいないからこそ、バック走で自分の通ってきた道を見ながら伏見稲荷を楽しむっていう。これ実際やると危ないし、人にぶつかるからねなんなら鳥居にもガンガンぶつかるし、ゲームだからこそできる、そんなやり方。この辺り暗いですな。キョロキョロ。できるだけ変な動きをしながら登るのもありだけど。そこがさっき入った、とこだね。あと、通ってないところ。この辺りはさっき通ってきた道だと思うから、とりあえず上の方へ進んでみるか。なんかね、ホラーゲームじゃないのにね、ゾワッとくるんだよね。なんかちょっと感激的なところなんだろうか。怖い展開やストーリーがあるわけはないんだけども、
をさっき来たところだね。で、見晴らしのいいところがあってと。まあ実際のと比べてみてどうですかね、詳しい人。かなり再現されてる。あ、こんなところあったなーっていうところね、やっぱあったけど、うん、さすがに覚えてないというか。そういう部分もあるからね。いやー、ただただ美しいですな。たまにはこういうお散歩するだけのゲームっていうのもいいですね。 VR でやった方があれかな。うん、今とりあえず道を進むことをさ先行させちゃったから、こういう風にダッシュとかも使っちゃったけど、それこそ VR だったら歩いて、うん、いろいろ眺めながらっていう。ここになんかチェックポイントらしきものがついてるけど、なんかできんのかね。あ、写真撮れるんだこのゲーム。パシャ。どっかに保存されるのかな。フォーカス、お、変えられる。おー、ちゃんと変えられるんだ、すごい。写真を構えながら歩いたりね。うん、まあ怪我しないように注意しながらね。どこにピント合わせる。これをすることでもしや、あ、写真撮ったところにワープできるんだ。そういう、へえ。写真撮ったところが、うん、チェックポイントになるっていう、面白い。まあ、とりあえずこんなもんかな。うん。無料でダウンロードできるんでね、みんなもよかったらお散歩楽しんでみてください。伏見稲荷を散策するゲームでした。